こんにちは、VBC の佐藤です。今現地日本、中国時刻ですけれども、大体8時半ぐらいになってます。ちょっとですね、人員不足となりまして、夜なですけれども、お客様の、こういった商品を今ですね、検品と梱包作業をちょっとしている最中ですね。こんな感じです。まあ多いですね。ちょっとクリスマス前というのもありまして、こんな感じになって、まだですね、呆れてない商品もこっちの方に、あるわけですけども、こんな感じで、あります。ちょっと今日来たんですけども、最近物流会社もですね、夜到着して、商品受け取んなきゃいけないとか、そういうのも多くてですね、夜来たりすることもあったりですね、あと土日も結構バンバン来るんで、まあ、そこら辺も時間を決めてですね、まあ順番にですね、受け取っているような体制を作って、ぐりぐり回しているような感じです。ちょっとですね、量も増えてきておりますので、僕はなんとか時間を割きながら人海戦術で進めていきたいとこういうふうに思っております。はい、まあ、こんな感じでですね、はい、やっておりますけども、結構似た、まあ、商品はですね、同じだけど、サイズが違くてですね、まあ、カラーも同じで、まあ、S と M と ML の違いみたいなのは、これを300個とかあると、まあ、パッと見ても同じですから、まあ、一個一個開けて、一応 M っていうラベルが貼られてるのか、S っていうラベルが貼られてるのか、まあ、M がじゃあ300個、L が300個、S が300個と、まあ、一応それを全部見て、聞いております。ただ、やっぱ店舗側とかメーカーもですね、まあ、いっぱい忙しくなれば間違いが多いですから、そこら辺はですね、ここで、そういうものを潰していって、なるべくですね、そういうミスを抑えていく、まあやっぱ 1% 以下にはしていきたいっていう、していくっていうのが一つの目標値でありますし、まあ、それをやってきてますんで、まあ、なんとかですね、それを守りながら、まあ、品質を保ちながら、まあ、量を増やしていくっていう感じですのでね、まあ、となるとやっぱり時間はかかってるのは仕方ないかなと。こういうふうに思っております。まあこんなん取っといて、そんな取る暇になったら生活に手伝えよというふうな、まあ、思いを持つ方もいらっしゃるかと思うんですけども、全くその通りですので、これからですね、さらにさば、いて、そしてまたここら辺のものはだいたい明日の昼ぐらい、午後1には発送していくという感じになっております。まあ、これだけでもちょっとどうですかね、あんまりうちの商品とかですので、だいたいどれぐらいですかね、一つに10キロぐらいですので、10の20箱、400キロぐらいですかね、を明日にはちょっと発送してい、くのと、また明日の午前中桁の合わせて、やっぱりだいたい1000キロぐらいですかね、1000キロまでいかないぐらいかな、を明日は発送していく感じになるかなと。こういうふうに思います。はい、ぜひですね、こういう感じでちょっと現場の様子もちょいちょいシェアしながら、少しでもですね、透明感のあるように、まあ、お客様のですね、商品がこんな感じで好かれてるよというのもお伝えできればなというふうに思ってますし、あと、まあ、佐藤何やってんのってたまに言われることもありますので、こんな感じでですね、結構現場には顔を出しておりますし、また具体的に商品も触って、まあ、数えていく、それがですね、結構面白いと言いますか、心もですね、整理されるような時間になりますので、自分もそういうものをやりながらやっていきたいなというふうに思っています。はい、
そんな感じで結構ですね、分かりやすくM とかですね、うちの方ではパッと見日本側で検品される方とかもいらっしゃいますし、そこで、まず一発で分かるように分かりやすくシールを貼って、なるべくですね日本側に負担をかけないような感じで、やっていこうという感じにしております。はい、結構こういうのあるとすごくいいですよね。パッと見すぐ分かるっていうのが、本当にちょっと本当些細なことですけれども、そういうものも一つの安心感につながればいいかなというふうに思ってますので、そういうふうなものをやっております。またですね、こういう感じで、ちょっと検品の際こういうものやってほしいとかあれば、どんどんいろんな感じでですね、本当にブラッシュアップさせていただいておりますので、ぜひぜひ、ご意見とかご要望とかいただければなというふうに思います。じゃあ今日はこんな感じですね、ちょっと終わっていきたいと思います。はい、じゃあまた失礼します。